e e t 一オゾーゾリオは、ブラジルで開発された、主力戦車である。主砲や、射撃管制装置は、イギリス、フランス製、エンジン周り、足回り等はドイツなど、海外の戦車技術を組み合わせている。主砲は、フランスジョット射程1 2 0ル m l 5 2格好砲 c N-120G1 もしくは、イギリスロイヤルオードナンス射程1 0トル m l 5 1 ライフル砲、L7A3 のどちらかを選択できるようになっている。複合装甲は、独自開発とされるが、M1A ブラムスやチャレンジャー1、レオパルト2などの西側諸国製、第3世代主力戦車の戦闘重量が54トンを超過しており、軽量で知られる、ソ連の戦車の T-80、T-72 が42トン対して、 小ぞうのブラジル陸軍向けモデル戦闘重量は41トン弱、また 120mm 砲モデルの重量が44トン弱と、軽量であり、スペースドアーマーや複合装甲を採用した小ぞうの方が、当時の仮想的より、ヒート弾や携帯ロケットに対する防御が高い、可能性がある。小ぞうは、ブラジルの演芸座社によって、ブラジル陸軍向け及び海外輸出用として、 開発された。潜在顧客と見込まれたアラブ諸国に提案されたが、アラブ諸国ではアメリカ製の M1A ブラムスが多く採用され、また、ロシアや東、ヨーロッパ製の T-72、T-80 が市場に多く出回ったこともあって、輸出には成功しなかった。結局、1993年に2両の試作車が、 ブラジル陸軍に引き渡された時点で開発元の演芸座社が倒産したことから量産型が製造されることはなかった。ありがとうございます。